小賀信夫は東京都出身のレーシングドライバー、自動車評論家。1959年が1回日本アルペンラリーで優勝。1961年よりリエージュ・ソフィアラリーに参加。1963年にはホンダ S500 で参加したが、この時はペアを組んだ鈴木義和が自己死している。1963年の第1回日本グランプリでは、 審判部長を務めた。1965年、ニュルブルクリンク82時間耐久レースに、ホンダ S600 で出場、クラス優勝を果たした。不法、ジャフモーター、スポーツ。 14,http コロンスラッシュスラッシュ www.jaf.or.jp スラッシュ msp orts スラッシュ msinxo スラッシュイメージスラッシュ koujia 20601から 02pdf 2015年2月8日閲覧 ab 後シ深夜バロンコ賀のチェッカーキ日刊スポーツ2015年2月8日閲覧 ホンダ S800&N360。ブ文社。2015年2月8日閲覧。ホンダ S500& ホンダ S600。リエージュソフィアリエージュ。2015年2月8日閲覧。ベン HSU クラシックジャパニーズパフォーマンスカーズカーテック P135 ISBN 9兆7819億3470万9887。 ありがとうございます。